少しは楽しめそう。少しは楽しめそうだ。私たち魔物にやられちゃったのよ。フィリスちゃんをおぶってなんとか戻ってきたんだけど、ごめんなさい、守りきれなくて。不甲斐ないお姉ちゃんを許してね。ううん、そんなことない。それよりリア姉は平気なの？ええ、少し休んだからもう大丈夫。私二度とこんなことがないように頑張るから。落ち込んでるみたい。もうこんな思いをさせないように私も気をつけないと。何を作ろうかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。お前もさあ調合かい。ここにいるよ、ここにいるよ。よし、いい調子。材料投入。ここにいるよ。これでいい。それじゃぐるぐる。待って、フィリスちゃん、ここお洋服に穴が開いちゃってるわ。え、あ、本当だ。もうどうしよう。ちょっと待ってね、今繕ってあげるから。はい、治ったわよ。多分木の枝に引っ掛けちゃったのね。旅してるとお洋服って傷みやすいね。いつもリア姉に直してもらってるけどさ、それもなんだか悪いし、旅用の丈夫なお洋服とかあればいいのに。なんだい、あんた旅用の服が欲しいのかい？オレリーさん、欲しいですけど。そうかい、じゃあ私が昔使ってたのをやるよ。後で私の家に来るんだ。いいね。来なかったらあんたのアトリエの周りにウニを撒き散らしておくからね。覚えておくんだよ。
オレリーさんが昔使ってたお洋服、それってまだ着られるのかな。それはわからないけど、行ってみるしかないみたいね。そうだね。アトリエの周り、鬼だらけにされたら大変だもんね。だね。それじゃあこっちにおいで。さあ脱ぎな。女同士だろ。恥ずかしがることはないよ。ほら早く。いや、自分で着替えますから。なかなか様になってるじゃないか。耳、イリスちゃんに耳。これは新たな境地の開拓だわ。それだけじゃないよ。頑丈な作りになってるから、ちょっとやそっとじゃ破れないんだ。懐かしいね。私も昔はその服を着て試験を受けに行ったもんさ。ま、昔の私ほどじゃないとはいえ、あんたも似合ってるよ。自信を持ちな。私もこれを着てたら、いろんな人に振り向かれちゃったり、なんてね。緑の香りが心地いいわ。フィリスちゃんもそう思う？いでよアトリエ！Thank you.